そうですね、やっぱりこう最初、原作を読んだ時にさっきも言ったようにちょっと自分なのかなっていうふうに驚きつつ、思ったんですけれども、ただ、ずっと読んでいくと、まあ、今回ラブストーリーなんですよね。でただそのそれぞれ男と女の、恋愛を描きつつもそれぞれの背景にある家族だったりとか、あと今それこそその地方とか、で問題になっているその格差社会だったりとか、生きにくい時代になっているそういう、こう背景も描けるんじゃないかなと思って、であとやっぱり今まで私が描いてきた1本目と2本目のそのいわゆる、まあ、すごくまっすぐな家族の物語よりも今回はちょっと自分の中でも挑戦できるのかなというふうに前向きに考えられることができたのでお受けすることしました。はい、見ていただいたら分かると思うんですが、もうずっと酔っ払ってるんですよね、役の中で。でもそれを実際北海道の函館を舞台で撮影を、まあ、約3週間ぐらいですかね、1月弱で撮った時に綾乃さんは今回の役がやっぱ自分のものになるために撮影を、まあ、朝から晩までやるんですけれども、終わったらすぐ飲みに行って朝まで飲んでって、ほとんどこう寝ずの状態でもうずっと毎日飲んで、しかも函館になんかこう飲み仲間とか作って、あと方言もあったりするんで、方言もこう自分のものにするためにもうずっと函館で飲んでました。はい、すごく好きだなと思って、で今回、まあ、ちょこっとご一緒したことはあったりしたんですけれども、で今回やっぱり役のキャスティングをしている時に本当に骨太なお芝居をきちっとやっていただける方で、今回はその見ていただいたら分かるんですけど、女優さんも男優さん もう全てこうやっぱりこう脱げる、それは身も心もちゃんと裸になれる人がいいっていう風にこだわったキャスティングをしてた時に池脇千鶴さんを思い浮かべて、今回の脚本を読んで、私はちゃんと芝居も含めて身も心も脱ぐっていうことが必要な役だと思いましたという風に言っていただいて、やっぱり彼女は自分の意思でやるというふうに快諾してくださって、まあ、私の意見とあったというか、すごく栄えてた時代の名残がやっぱり今でもあって、なんかこうそれこそ綾乃さんとかもおっしゃってましたけれども、すごく生っぽいというか、でもなんか人がその町にいるとものすごくこう生き生きしてるんだけど、一瞬人がいなくなる瞬間とか、ちょっと路地の裏に入ったら人がいなくなるとものすごくこう寂しさを感じるような場所だなと思って、なんかその時代の流れとともに強烈にやっぱりこうなんかこう変わってるところもあれば、もうものすごく残ってるところもあったりとか、すごくそういうなんか時代を想像させる街だなと思って、それがなんかこう私のその地元の伊賀とかもやっぱりそういう部分が残ってたりとか、やっぱ新しく道が綺麗になってたりとか、なんかちょっとそういう意味では似てるのかなっていうふうに思いながら、その街でコンパクトに成立してるんですよね。やっぱ伊賀も同じだから、なんかそういうふうには思いましたね。はい、どうしても伊賀地元で自分の地元で上映していただきたいっていう思いがあって、わがままを言って開けていただきました。で伊賀の方ってなかなか名古屋大阪に出て映画を見に行かれるってないと思うし、せっかくだったら、でもやっぱり映画の中身も地方を描いてるので、そんなにこうご自身と全く函館だから知らない街でっていうことでもなく、ちょっと通じてもらえるんじゃないのかなというふうに思ってます。で今日見てぜひいろんな方にちょっと宣伝していただいて、口コミでもっと広がっていけたらいいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。